ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。今日は2023年、5月の21日日曜日です。今日は名人戦が朝9時に始まりましたね。第81期名人戦7番勝負第4局の1日目です。渡辺明名人対藤井聡太竜王の対局です。開催場所は九州ですね。福岡県飯塚市の阿蘇大浦荘というねとこで始まっております。今回は何といっても渡辺明名人の4連覇なるか、藤井聡太竜王の7冠なるか、そして、最年少名人になるかというね、大きなタイトルもかかっております。そこで9時に開始になりました。1日目です。今回は先手が藤井聡太竜王です。先手まず一番やることの前にお茶を飲まれます。これはもうルーティンで決まっております。そして、指すのはまず藤井聡太竜王は、2六歩というね、これを指しました。まあ、常に指される手ですよね。そしてこの2手目に渡辺明名人がどう受けるのかというのが大きな注目点になっております。今日は渡辺明名人は3四歩と角の道を開けました。さあ、さて3手目はどうなるか。3手目は藤井聡太竜王は7六歩と角の道を開けました。いやー、これで次の一手が大きく戦術というんですかね、戦略というんでしょうかが変わる分かれ道です。渡辺竜王は4四歩と角道を止めました。これでもう角代わりもなくなりましたね。それで、まあ雁木模様になっていくと思います。そこから今回はまあゆっくりゆっくりと手が進みます。持ち時間が9時間の2日制ですからね、そう焦る手はないし、研究されていてスッ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 とそう進む手でもありません。ゆっくりゆっくりと進んで、なんと夜の封じ手が39手目を藤井聡太竜王が封じることになりました。39手しか進んでおりません。そしてこの時の AI の評価がですね、渡辺明名人が43%、藤井聡太竜王が 57% で、 AI は少し、藤井聡太竜王に傾いています。でもこの封じ手で、開いた時に、封じ手開いた時にこの AI のパーセンテージが変わるかもしれません。まあこの封じ手に、よって戦局が大きく変わるのか、まだゆっくりと、まあ、進むのか、まあ、この封じ手を見るのが楽しみな一手になっております。まあ、なんといっても今回は、藤井聡太竜王が2勝1敗で迎えた第4局目です。今回は7番勝負ですからね。この4局はやはりこのタイトル戦で大きな分かれ道になる一局です。いよいよ、明日、この、ちょっと、火花が散ることになっていくと思います。もう、がっぷり、今、4つに組んだという感じで進んでおります。まあ、明日、9時にスタートの、これをまた楽しみにしたいと思います。まあ、明日、ゆっくりと見させてもらいたいと思います。一緒に見ましょうじゃありませんか。ごきげんよう。